中村玄子です。太極拳のお悩み相談、先生が複数の場合どうしたらいいかについて解説していきます。この動画は太極拳の楽しみ方をお届けいたしております。皆様の太極拳ライフにぜひお役立てください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今回のお悩み相談は、複数の先生に太極拳を学ばれていて、その先生によっておっしゃることが変わります。どのようにしてその太極拳の練習を進めていったらいいのか、ここについてのご質問ですね。ではここについてお答えしていきましょう。私が思うには、太極拳を学ぶにはたくさんの先生に学ぶ方がいいかと思います。なぜなら、その先生その先生で得意なところ、不得意なところ、それは得意な表現もありますね。例えば技術的なところに対して表現できることが得意な先生とか、もしくは内面的な心理的なところについて表現することが得意な先生とか、あとは覚え方とか、すごく簡単にそれを教えてくれる先生とか、さまざまな先生のいいところがあるかと思います。そして複数の先生に学ぶということは、その先生ごとにいいところがある、いわゆる得るものがあるから、たくさんの先生に学ぶかと思われます。ということは、その方から学ぶということのいいところをしっかり吸収していただき、自分がここじゃないなというところは、まあ言い方をはっきり言うとですね、したたかになってください。したたかということは、この先生にこの部分を直された、ここは別に直してもらいたいなってところじゃなかったとしても、直されたのであれば、他の違うところをその先生から学びたいというのであれば、その先生に合わせてください。一番やってはならないのは、違うところで学んだことをこの先生の前でやったり言ったりすることです。いや、自分はここではこういうふうに学びましたということを、その先生、違う先生の前で表現したりするっていうことは、だったらその先生に学ばない方がいいです。それは先生に対して失礼になってしまいますので、これは特に太極拳の世界で非常に多いことかなと思ったりします。例えばこれがお茶やお花のように、違う流派のところで学んだこと、直されたことというのを違う流派の先生の前でやるっていう、基本的にありえません。そして武道の世界でも、空手や柔道や日本の武道たくさんありますね。古武道もあります。その世界で、ここではこうやって学んだけども、自分はこういうふうに直されて違うと思うんだけどっていう人っていないと思います。そして太極拳の世界では、ほんの少しの違いについてもすごく細かく違うってことを表現する方非常に多いんですね。私は武術の競技者でもあったのですが、太極拳や中国武術の競技ルール、規定というのがちゃんとありまして、それはですね、例えば角度について、角度は規定とされている方向に対して45度以内なのであれば、それは減点にならないんですね。ということはですよ、太極拳で足一足分と言います。例えば横から見た時に、足一足分というのは、基本的に足を横に平行に開くということがあったとしたとしても、太極拳の足一足分というのは、足を前に一足分です、足一個分前ですね、であったり足一足分後ろ、これはどちらでも OK、 全部 OK です。これは競技上全く減点にならないです。ということはですよ、細かいことは基本的に何でもありです。これが例えばつま先から出ようが、かかとから出ようが、これもどちらでも本当はありです。それが例えば競技の世界であれば、1位となってしまったら、それが勝てば冠軍で何でもありになっちゃうんですね。総合的にこの部分が例えばかかとじゃなければ減点されたとしたとしても、それが1位なのであれば、それでも1位なんです。それをかかとから本来置くべきがつま先から置いたとしても、1位になってしまったら、それが1位になってしまうというのは競技の世界なので、これはまず大会とか競技の中での間違いとか、ちょっと違うってことについては特には考えない方がいいと思います。ただし太極拳の基本的なところで、かかとかつま先で勝つのは基本的にあると思います。普通に前に歩くときにつま先から出すことありませんので、かかとから出ますから、ここは間違いがないとしても、ほんの少しの角度の違い、まあ5度か10度か15度ぐらいに変わったとしても、それは全然何でも OK だと思います。なので方向についてはそうなのであれば、手の位置に関してもほんの少しの違いは全部ありなんですね。ただそれがやってる本人がやりやすいかやりにくいか、もっと言うと今回の質問であります、その先生方がやりやすいという方法を皆様にお伝えしているということなので、自分自身があくまでそれをやってみた時に、やっぱちょっと違うなと思ったら変えてもいいんですね。ただし先生によって、伝える方によっては、そのようにしていかないと怒っちゃう先生もいらっしゃいますので、そういう先生においては、その先生から別の部分で得るものがあるのであれば合わせてください。それがしたたかさです。ですので、複数の先生に学ばれているということは、複数の先生からさまざまないいものを学んでいるのであれば、いいものを学ぶ分だけはしっかり学んでいただいて、最終的に自分は迷うのではなく、自分はどういうふうにじゃあやろうかなってことを自分で選択すること、
それが自分の太極拳であり、自分の武術なんですね。ですから、複数の先生が違うことを言ったとしても別に迷うことはなく、自分はこれがやりやすいなということを選択をして、自分はこのことについて、例えば3人の先生に学んだとしたとしても、それがもしかしたらどれも合わないかもしれませんし、そのうちのどれかが合うかもしれない。それは自分自身がやりやすいものを選択する。そして、その先生が言った通りにやらないと機嫌が悪くなってしまう先生の前では、その先生の機嫌を損ねないように、したたかにその先生の思い通りの形をやる。それが学ぶという姿勢だと思います。ですから、まず太極拳というのは、もう一度考えていってほしいのは、太極拳に関わらず学びというのは、その先生から学んだものをまず模倣する、真似をするということから始まっていきます。そしてそれを先生から直していただいたときに、違うなじゃなくって、自分がやりやすいかやりにくいかということを表現してください。太極拳で最も重要なことはやりやすいかやりにくいかなので、自分の体が合ってない、まず習慣的にできないからやりにくいのか、もしくは骨格上自分自身がその形をやったら体が不快なのかやりにくいのか、自分の体がもし不快なのであれば、その先生に質問すべきです。どうしたらこれをやりやすくできますか。一つは回数なのか、その人の骨格に合わせた方法にするのかだと思いますので、その先生がその人がやりやすいようにするってことが指導者としての技量だったりします。ですから今回の質問は、先生が複数の場合どうしたらいいのか。それはその先生に対して、その先生が教えていただいたことをまず合わせて、したたかに合わせるということ。そしてその先生、各先生から得ようとしているものはしっかり自分の中で吸収をしていただき、そして自分が行う太極拳においては、自分がやりやすくて心地いいことをやる。これが最も重要です。それがもし先生から違うよって言われたら、あ、すいませんって言って先生の前でその先生が直した通りにやってみてください。そうすることによって、まず人間関係、先生との人間関係も円滑に問題なくできますし、そして一番やってはならないのは、違う先生で他で習ったことをやるということです。この先生にはこうやって学んだんだけども、これは最もやってはいけないことです。これは太極拳の世界で最も多い事件ですね。それによって先生の機嫌を損ねてしまうとか、教えないって言われちゃったりとかっていう風になったりとかしますので、やっぱり先生も人ですから、それによって機嫌を損ねてしまう人もいます。ですから、このような人間関係を悪くしないためには、複数の人に学ぶことはいいんですけれども、他で学んだことをそこでやらないこと、そして他で学んだことをそこで表現したり、最もいけないことはそこで学んでる人に違うところで学んだことを言うということです。先生じゃなくって、そこで学んでる他の生徒さんに言うという方もいらっしゃいますので、これが様々な問題を起こす原因となってしまいますので、複数のところで学んでる方においてはそこを特に気をつけてください。これは特に太極拳の世界で最も多い問題なので、気をつけられた方がいいかなと思ったりします。私もたくさんのところで太極拳を学びましたし、たくさんのところで太極拳や中国武術についても学びましたし、教え方、伝え方についてもたくさんのところで学びました。それも私自身が経験したこと、自分がやってみたことについてもどんどん変化させていくこともありますので、伝える側の技量というのは、懐の深さと待てる時間のいわゆる忍耐力と、あと引き出しの多さ、これだと思いますね。たくさんの人に学ぶ方が私は上達が早くなっておりますので、ぜひそのような状況で今のことに気をつけられて、太極拳をたくさんの方に学んでください。はい、ではこのようにですね、皆様からのお悩みや、そして相談についてお答えしていこうと思ってますので、太極拳のお悩み相談についてはお気軽にご要望ください。概要欄の方に太極拳のお悩み相談のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらまでお越しください。ご視聴いただきありがとうございました。